実はですね、昨日もここで街頭宣伝やってたら、ある、自転車に乗ってサングラスかけて顔も見せないね、若い、小僧がですよ、来て、中国が攻めてきたらあんたどうするんだって言いがかりをつけてきましたけれども、中国はね、確かに今 GDP では世界第2位、そして2020年代にはアメリカをも抜く経済大国になります。でその中国は 2.2% GDP の 2.2% を軍事費に入れているわけですね。ですからそこと日本が対等に例えば抑止力を高めるために軍事力を上げるなんてことになっていったら、とてもじゃないですけれども、これから高齢化社会になっていく中で社会保障費に回る金がなくなるだとか、そういった問題も当然出てきます。で、中国と日本との間だけでね、軍事的なバランスが取れるわけがありません。で、そもそもそんなことは中国も日本も考えていないんですけれども、問題はですね、アメリカのやっぱり軍事戦略だというふうに思うんです。で、外務省のですね、外務審議官で田中仁さんという方が5月の24日に日本記者クラブで記者会見をしていて、正直な話をしてます。でそれはやっぱり東アジアにおける軍事バランスを保つためにはアメリカにこの東アジアにやっぱり来てほしい、でそのためには日本がそれ相当の役割を果たさなければならないので、この集団的自衛権の行使をする法律を出してるんだ、こういう説明をしてるわけですね。ただね、抑止力というのはやっぱり力で押さえつける話ですから、それを超えるやっぱり軍事力を相手はまた高めるわけですね。でこの軍事力が高まればまたそれに超える抑止力を作るということで、軍備を拡大していく競争にならざるを得ません。しかしそれで本当にじゃあ抑止力になるかといえば、万が一尖閣列島で偶発的な事故が起きたとするじゃないですか、そうするとそれがですね、一気に戦争に拡大していく可能性さえあるわけですね。じゃあその時に本当に中国とアメリカが戦争するかというと、これはありえないです。もう世界のですね、もうアメリカと中国との経済的な関係はもう抜き差しならない関係になっていますので、例えば今南シナ海での埋め立て問題だとか、さまざま課題はあるんですけれども、でもそれにつけてもアメリカは中国との関係を極めて慎重な対応を取り続けています。つまり決してアメリカは中国と戦争はしない。日本を例えば尖閣列島の問題で日本が非核などをしてはならない。そういうことも逆に言うとですね、アメリカは日本に対して言っているわけです。でそのことから考えてもね、抑止力を上げることによって軍事的な力で抑止力を上げることではなくて、いかに韓国や中国の首脳と仲良く話ができて、経済的な交流をしてお互いがお互いのためになる、そういう隣国同士の関係をこの東アジアの中で作っていくことの方がよっぽど抑止力が高まっていくわけで、国防大臣がですね、政教憲法に反して、政教ブロックの憲法に反して、靖国神社に参拝することによって、韓国や中国の首脳と話し合いも一つもできない、そのことの方がよっぽど抑止力を下げていると言わざるを得ないというふうに思います。最後に国会の調整だけ少しお話しさせてもらいますけれども、この15日には委員会で採決、そして16日には衆議院の本会議で採決が行われようとしています。で9月の27日まで、この国会の会期を延長したわけですけれども、その理由は参議院で仮に60日間採決されなければ否決されたものとみなして衆議院で3分の2の議決で可決することができるわけです。つまり9月の27日まで延期しましたから、7月の27日までに衆議院を通過させなければならない。したがって、維新からも修正案出てるから、ギリギリ今月のこの15日の委員会採決、あるいは仮に延ばしたとしても来週の22日にはどうしても委員会で採決し、衆議院本会議に上げたいと、こういう思惑であるわけであります。つまり今本当にこの国会の数の力だけで言うとですね、この法案、憲法法案を通ってきてしまいます。し
しかし国民の皆さん一人一人、市民の皆さん一人一人が、この法案問題だよ、絶対ダメなんだという声を上げることによって、安倍さんの支持率が下がることによって、止めることが可能だというふうに私は思うわけであります。どうか今日は社民党の街頭選挙でしたけれども、7月の18日にはこの松本駅前で、安倍政治を許さないという、スタンディングの行うことになっています。そして7月19日には花道系公園で、ゲストスピーカーに格差と貧困の問題に取り組み続けている雨宮佳林さんと、信濃毎日新聞の元記者で戦場ジャーナリストである安田純平さんが来られて、お訴えをすることになっています。一人一人の市民の皆さんが参加をし、声を上げ行動することによって、この法案を必ず止めることができます。どうか私どもと一緒に声を上げていただくことを最後にお訴え申し上げまして、本日の月曜の声を終わらせていただきます。ご清聴賜り誠にありがとうございました。